ボートワックセレクトセブン立候補ビッシュの送り人担当アイナジエンド天性のハスキーボイスで観客を魅了する傍ら忙しすぎるあまり心が休まる趣味を見つけようと友人に相談したところ陶芸を勧められたそれでは近所の公園で土をいじっているのが趣味なアイナジエンドさんのアピールコメントです BiSH のアイナジエンドです ワックセレクトセブン立候補ビッシュの見た目は真面目中身は悪女これでも彼氏は二人まで担当セントチーロ・チッチ MC トークなどでビッシュを引っ張るリーダー的存在であるが基本 MC ではカむそれではセントチーロ・チッチさんのアピールコメントですどうもビッシュのセントチーロ・チッチです私は中学生の頃から AKB のオタクをしてまいりましたので AKB のことを一番ワックの中で愛しているし愛があるこそ愛の鞭を打って柏木さんとビッシュとワックと AKB といろんなものに革命を起こすのでありますもう言うことはないですが誠心誠意やってまいりますので何とぞよろしくお願いします 以上。ボートワックセレクトセブン立候補ビッシュの天の邪悪担当ももこ組カンパニー本が好きで昨年末には2作目の本を執筆最近では自身のエッセイや喫茶店取材などをまとめたホームページを開設するなど作家活動にのみ声を出すそれではももこ組カンパニーさんのアピールコメントです「缶は缶でも食べられない缶はもも缶!」 見た目によらずフレッシュで甘いモモカンあなたも一緒にどうですかもうアモロジなんて言わせません記憶一票よろしくお願いしますバイ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  <laughs> バイバイバ,イバイ ボートワックセレクトセブン立候補ビッシュのメガネ担当橋休め厚子バラエティ番組のレギュラーやドラマへの出演ナレーションなどテレビの仕事が大好きそれではメガネを外したら首の橋休め厚子さんのアピールコメントですどうもみんなの橋休め厚子です、えー、もし私が、えー、柏木由紀さんプロデュースの、えー、グループに 入れたら、自分でライブの演出をちょっとだけしてみたいです。ちょっとでいいので、ぜひやってみたいなって思ってます。はい。あの、もし私を7人の中に入れていただけたら、えっと、今まで私は、橋休みあつこで、アラモードというソロ曲を出してきたんですけれども、ソロでしかやったことがないんです。グループはビッシュだけで。 他のグループにもちょっと所属してみたいなって思っているので、もしよければ私をグループに入れてほしいです。ぜひ、一票よろしくお願いします。箸休め、あつこでした。よろしくボートワックセレクト7立候補、ビッシュのムクチタンとリンリン。独自のファッションセンスとリンリンならば、何を言っても許される不思議なオーラが特徴。 それでは実はよくしゃべるりんりんさんのアピールコメントですこんにちは道玄坂43とビッシュ兼任のりんりんですもし柏木さんのグループに入れたらこうしてカツラをかぶってアイドルを全うしたいと思っております私は柏木さんと同じでもう10年以上ハロプロのファンをずっとやっているのいるのでアイドル の理想像が多分一緒なので駅統合できたらなと思います投票よろしくお願いしますあ、そうだ冒頭 <laughs> ワックセレクトセブン立候補ビッシュの僕の妹がこんなに可愛いわけがない担当アユネディ 以前に比べるとだいぶ縦になることが板についてきたと話す彼女それではアユニティさんのアピールコメントですこんにちはこんにちは野球部です、えー、僕たちは毎朝走り込みそして腹筋そして腕立て伏せを欠かしません、えー、僕たちの最終目標は、えー、全国大会です、えー、全国大会に向けて一緒に頑張ってくれる方は3年 B 組の上の階の 隣のクラスの下の階に集まってください、えー、そしてこの選挙に勝ち残った暁には、えー、毎朝走り込み腹筋そして腕立て伏せを欠かしません、えー、あなたの生活を豊かにそして暮らし,暮らしに花を咲かせますよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございました 以上、ビッシュメンバーのアピールコメントでした。